はい、高須庵工房の高須庵です。サイドキッカーのジキルです。よろしくお願いおし願いしまます。す。はい、急にまたジキルさんが現れまして、こんな深夜なんですけど、今。そうですよ。ということで、なんかネタ持ってきたんかと、動画の。まあ、ないながらも絞り出しました。はい、絞り出しましたよ。はい、じゃあこの1枚目からタイトルコールからお願いします。ジキルも話したいからお願いします。ジキルも話したい。 ということで、バビョン、何を話すかというと、バビョン、はい、チェンソーマン見たね。そうですか。チェンソーマンやっと見たね。そうですか。僕全然これゼロなんですよ、印象が。全くチェックしてなくて。何で見れるんですか、これ。ネットフリックス。あ、そうですか。だから完結はしてないような気がするな。あ、それはしゃあないよな。けど、もうものすごい話題になって、話題っていうか、まあ今一番こう推してるんでしょうね、会社がね。漫画が推しされてる気がするな。あ、そうなんですか。でもアニメもまあ、なんていうか。だから僕ね、で、そのあえてそのゼロベース、まあ興味も一切ないし、見てもない上で、その印象っていうか、そのちょっとだけ言うと、漫画は全く興味ないんですけど、アニメのなんかイラストとかが、雑誌カットとか、なんかカットやったかな、なんかそういう雑誌1枚目とかたまに載ってるんですよ、チェーンソーマンの。その絵がもうはっきり言って、最近のちょっとポップな若い子が描く現代アートぐらいのいい絵なんですよね、アニメーターの。ちょっとあの透明というか、なんていうんですかね、ああいうのって、その潜在を、あ、キービジュアルみたいなの、で、キャラの顔がアップになってる、その顔の、まあ、セル画です。セル画調のイラストですよね。まあ劇中の絵をちょっとブラッシュアップした感じなんだと思うんですけど、あれはめちゃめちゃいいなとは思ってたんですよ。それ以上です。僕は以上です。あ、なるほどね。だから一から教えてくださいって。あのアニメも作画っていうか、その動きは、多分いいと思うね。あ、気合い入れて作ってんなっていう感じはするのよ。はい、あの進撃の巨人とかも、とか進撃の巨人も見てないから。見てない、はい、とか、まあ、割と気合い入れて作ってんのよ、はい、あ、でも呪術廻戦、呪術廻戦もそうやな、気合い入れて。呪術廻戦は見たよ。これは押していくぞっていう気持ちがある。もう物理方してんのよ。物理的にお金のが多分相当落ちてるじゃないですか。そういう感じ。なので、やっぱかっこいい、あのバトルシーンとかも、あれはバトル漫画なんですか。バトル漫画やね。バトルものですね。どうかっこいいかっていうと、まあかっこいいものはかっこいいっていう話になってしまう。それじゃ動画になる。なんかね、ちょっとそう、チェーンソーに変身した時なんかも、なんかチェーンソーに変身するんですか。チェーンソーに変身するのよ、はい、両手と頭からチェーンソーが生えるのよ。なぜですか。なんでかというと、チェーンソーの悪魔を飼っていたけれども、その主人公が瀕死になった時に、そいつが乗り移って反悪魔反人間になったから。ウルトラマンと一緒の設定で、ウルトラマンとデビルマンを合体させた設定ですね、それ。あ、似てますね。それは似てると思うんですよ、はい、ですよ。でチェーンソーちょっとダサいんですよ、だってこれ両手から、顔から生えてるやつは、顔から生えてるし、で、もう手からもこれ生えてるし、まあそれで戦うんやけども、だからなんかちょっと武骨でさ、ダサかっこいいっていう感じがあるね。なんかこうもっとこうよろしいんやけど。いや、でも全然分からんから、何聞いてもいいかも分からへんねんけど、そのまあまずはだからストーリーかな。ストーリーは、なんかね、これちょっとその紹介文でも書かれてあるんやけど、おっぱいを揉みたいから戦うんだっていう主人公や、なんかこうずーっとギャグってことやね。ギャグ要素はあるけど、それに絡めた笑いなんかあんまり出てこないし、出てこないのよ。そういえばなんか今それ聞いて思い出しましたけど、チェーンソーマンってなんかあの B級じゃないな、映画ネタめっちゃ出てくるとか、どっかでなんかチラッと文字を読んだような気がする。あの
映画の歴史とか文脈がめっちゃ取り入れられてて、あだとしたら僕オマージュがもうめっちゃあるとか、なんか確かだとしたら僕のリテラシーが足りてない。それを僕はその字面を見てよりあんまり見たくなくなった、うん、あ、うん、なんかちょっときついなと思って。でも見たら楽しめますよみたいな電波を感じて、うん、じゃあ見ないですっていう感じの天の弱精神が出てきちゃったっていう。車に構えてるな、うんうんうん、車斜めっちゃってますよね。そうですね、生き方がそうですから僕。ああまあまあそうかもね。確かそういうのなんかどっかの雑誌のなんかチラッと目に入ってきたような気がするな。いやだからストーリーですよ、うん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 、そのさっきの続き、おっぱいを揉みたいから戦うと。なんで揉みたいかというと、うん、あの誰が揉みたいですか。俺主人公が、うん、普通の暮らしに憧れる男の子なんですよ、うんうんうん、だ冒頭がの1話目の冒頭が、あと借金が何千何百万あるみたいな。大人大人大人、いや子供やの16だっただと思うけど、から始まる。ジャンプ漫画の主人公は最近16ぐらいなんですか。高校生ですね。高校生やね。まあケンシロウも17歳ぐらいだね。いやだからそう。スラムダンクも高校かな。あれ中学、中学の可能性あるよね下手したら。え高校か。山王高校とか、ね、高校。びっくりした、いきなりどっちかどっちやったっけ。いやなんかだジャンプだとやっぱジャンプはでも高校ありか。ありありよ、ロクデナシブルース、ルーキーズ。なんかやっぱ、うんうんうん、ドリームス、まあ、野球が多いけど、うん、あと、専門学校もあったよね。ジャガーさんとか専門学校やったよね。あれ専門学校やったかな。あの楽器のさ、専門学校。あー、そうやったね。笛科の、まあそれは置いといて、うん、名前は主人公の名前、うん、あれ何やったっけな。何話まであるんですか。今13話まで見たよ。うんうんうん。それ多分第2期を今作ってるんでしょきっと。ああでも13話で終わった雰囲気もなんかないんよ。だから第2期を今作ってるんでしょきっと。うん、あ13話でワンクール終わった感じがせえへんってことやで。えでもワンクールって13話のこと言うよ。10、まあ、2だかちゃう。あそう2だか3だかやっと思うんやけど、うん、えだから26は続きそうな感じはしてる。26話っていうのは2クールのことやるか、うんうんうん、あそうか、だからえだから今ももしかしたら14話15話がもう出てるかもしれないかもしれないような気がする。雰囲気的には、はい、あここで一回終わりですみたいな感じじゃないし、ないし、はい、なかったと思うんやけどな。なんか最近のアニメってワンクール見てから見終わった時に、うん、物語がドンって動くような気がしてて、うんうんうん、なんかねチェーンソーマンもこうダラダラっとゆっくりしたストーリーの展開はあったけど、うん、この終盤の 1,2 話で、うん、こうえっっていう展開があったんですよ。これ絶対続くし、あのこれでもし終わりやったとしたら次も作られるし、うんうん、なんか楽しみにしてる、うんで主人公が、うん、あの所属する組織の、うんうん、全体の目標としては、うん、銃の悪魔を倒すっていうのが、はいはいはい、一つのスローガンなんです。悪魔がいる世界なんです。悪魔がいる世界で、うんうん、悪魔は人間と契約したり、うん、人間に殺されたりする、契約して一緒に戦ったり、うん、ただの討伐対象だったりとか、うん、まあ色なんかそういう味方にも敵にもなるような存在。はい。どっから来てるんですかそれも。そう、悪魔はどっから来てるのかは分からへん。あ、まだ分からへんってことね、うん、なるほど、ね、最初からそういうおるようになっとった。うんうんうん。でちょっと分かんないですけど、その悪魔にきっと多分主人公が被害に遭って死にかけて、うん、でえ違うか、悪魔と契約したってことは悪魔と違う勢力はいないってことか。うん、だからデビルマン方式により近いってことだよね。ウルトラマンやとその敵の宇宙人とウルトラマンがいて、うん、ウルトラマンは
と、ウルトラマンのあんま詳しくないのに こういう話し方したらちょっと失礼ですけど、ウルトラマンに、うん、でも多分まあちょっと浅い知識から考えると、ウルトラマンっていうのは人類、ウルトラマン勢力で、なんかあの宇宙人の侵略型の征服型の宇宙人がおって、でそのここの戦争やったんやけど、人類というか主人公が巻き込まれて、で死にかけたから命を救うためにウルトラマンが助けてあげて、で一緒に協力してもらってウルトラマンになって、でそのまあ人類ほっといたらあの支配されてまうところを、まあ協力し関係になって戦うという構図ですけど、デビルマンは、悪魔の勢力しかおらんくて、で不動明が悪魔と合体して悪魔と戦うってことやから、うん、だから勢力は主に2つしかないんやけど、あ仮面ライダーもだからそうか、あそれ今言おうと思う、そうですよね、仮面ライダーもそう、だから仮面ライダーデビルマン型ってことです、ね、デビルマンはもう同一やね、そうやね、ベロ系統的には同一、だからチェーンソーマンもそっちってことやね、チェーンソーマンは、うん、あくまでも主人公は一人じゃないから、うんうん、悪魔の力を刺激して、うん、悪魔と戦うっていうチームに所属するわけですよ。あでもデビルマンだっていっぱい仲間最後の方おったからね、あの猫娘みたいなやつとか、うん、まあだからだからデビルマンと一緒でその半獣半妖みたいな、うん、悪魔と合体してるやつらが何人かおったから、うん、まあ同じですよ、デビルマン軍団、うん、そう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 、軍団軍団、やっぱ銃の悪魔を倒したいんやと、うんうん、まあ、そいつはデビルマンでいうサタンみたいなやつで、うんうんうん、なんかもう10分間で200万人殺したみたいな、うんうん、そう、まあ、具体的な姿は13話経った今も出てきてないし、ああ出てきてないんですよ、だから牛音虎でいう白面のものみたいな感じ、ああそう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 、もうどうなんだろう、白面のものが出てきたのっていつぐらいやろ、結構引っ張られてる、かなり20巻ぐらいまで出てこんかったんだね、うーん20巻言い過ぎかな、でも10巻とかでは出てこなかったような気がするな、でまあじゃあどうやってっていうか、その白面じゃないわ、銃の悪魔の、うん、なんかね過去に戦ったりとかして、うん、肉片とかが牛音虎っぽいやん、ちょいちょいこう集めてるらしいのよ、集めてんのよ、白面っぽいやんそれ、組織が、うんうんうん、である、ある程度集めたら、はい、こう戻ろうとする習性があるから、うん、こう今は小さいから、それでもあれやね、両面少な敵でもあるね、動かんけど、あめっちゃ集めたら、うん、本体に向かって動き出すはずだっていう感じで、うん、なるほど、で悪魔を討伐してるやんか、うん、日頃、うん、ほんじゃたまにちょっと強いやつが出てくるね、はい、ちょっと強いやつからこう銃の破片が見つかったりするね、あこいつ銃の悪魔の力ちょっと持ってるんやんけ、あっていうような、そういう手がかり、そうか、なんとなくおぼろげに見えてきましたね、それはじゃあ現代の牛音虎とか、うん、そういう系風にある感じやね、うん、なるほどなるほど、でちょっとずつ大ボスを見つけていくと、うんうんうん、でもおっぱいを触りたい主人公、うん、なんで触りたいかというと、なんか詳しくは語られてないけど、うん、不遇な人生を送ってきたと、だから普通の暮らしに憧れるんだと、うん、だから悪魔の力を手に入れた時に、スカウトされてこうやって飯も食える、お風呂にも入れる、うん、生活を手に入れて満足しているけれども、うん、次は女の子と付き合いたいっていうか、うん、体触りたいみたいな、そういう感じ、うん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 、教育は受けてないような感じやね、ちょっと片言やし直情的だしみたいな、日本人やな、あまり理性とかない感じ、え片言っていうのはどういう、うん、これとこれどっちがいいって言われたら、うん、どっちも嫌だみたいな、なんかあんまり話とか、片言っていうのは話とかあんまり通じひん感じ、あのあれやね、その外国人の片言じゃなくって、うん、そういう意味か、うん、なんかね、たまにそのだから漫画で出てくる、うん、
そのキャラの話し方ってことだよね。そうそうそう、はい、なんか取り繕った会話とかそういうのがないないからなんか普通の普通やったら普通の日常会話やったら最近ね僕ねえあどうぞじゃあ普通の日常会話やったら、うん、あそうですよねあだったらこうなんですかねあそうですねみたいな感じやけどもなんか思ったところ思ったことをそのまんま言う、うんうん、主人公でなかなかちょっと痛快かな、まあ、そこにあんま内容とか感銘とかはないけどあそういうこと言っちゃうんやみたいな最近僕ね、うん、ごくごく最近もうここ数日ですね、うん、その仕事をしてる時の BGM としてのいろいろいつも動画あさってるんですけど、うん、最近改めて斉藤玉樹先生って精神科医で有名な人がいるんですけど、うんまあ、古くはエヴァンゲリオンの批評とかで有名になった人なんですけど、うん、その90年代にね、うん、そのまあっていうかエヴァンゲリオンの社会現象とか作品評と、うん、その現代社会とか若者とか、うん、精神疾患を絡めて語ることによって有名になった人なんですけど、うん、その斉藤玉樹先生の最近のその研究とか、うん、フィールドワークとかの講演会とか講義を聞いたりしてるんですよ結構、うん、でその中で言っててすごい納得したのは最近の漫画とか、うんアニメとかコンテンツの主人公がアスペルガーの人になってきていると、うん、でそれがその共感を得るようにとかトレンドやね、うん、それの一つやねだからそれも何かの能力に長けているがその オーソリティな、コミュニケーションができない人みたいなのが、うん、主人公になることが多いらしいんですよねちょっと今意訳しましたけど僕なりにだから呪術廻戦とか全部そうやね基本的に最近の漫画とかそうやね俺思ったのはそれ最近じゃなくて、うん、最近じゃないいやだから主人公がアニメや漫画を作ろうっていう時点で、うんそんなね協調性のある、うん、なんか社会性のある何もなんか尖ったところもないやつは主人公足りえないから昔からそうやで、ね、いやね多分その本質的にそうやっていうよりはその多分ね主人公の軸っていうのはブレてないと思うんですよその特殊能力があってカリスマ性があってみたいなのはブレてないんだけど、うん、それはアスペルガーとかとは関係ないんですようん、そうじゃなくて多分会話のフックとか、うん、振りかけ程度の人間性がアスペルガー的だって多分言ってたんじゃないかなって今思いましたねその斉藤玉樹先生でまあそうやとしてそれが何やっていうだから一つ最近トレンドに乗っかってるなっていう感じがしたっていうで思い返してみればやっぱりその最近その流行ってる漫画とかアニメって僕はあんまり触れてはいないけどほとんどそうですよ水星の魔女だってそうだし、うんうん、ああ、うきょうきょう言ってたわあそうそうですね、うん、なんかそこに水星の魔女に関してはそこになんか必然性でというか意味があるようには思わんかったけどなんか別にそういうチェーンソーマンにはあるんですかじゃあチェーンソーマンはずーいやまあ、ずっとなん、まあ、学校とかも行ってないっぽいような感じで、うんまあ、お金のためになんかこう日頃食うや食われへんやのみたいな、うん、そういう生活をしてたんだという感じ、うんうん、いう説明は最初にあるから、うんうん、で、これなんかねそもそ も, もう1話目が始まった時にああこの間打った右目が何十万この間打った腎臓が何十万片目なんですよ借金が23,600万もまだあるわみたいなそういう感じから始まる主人公の見た目はちょっと全然思い浮かばないですけど、うん、なんか女の子の絵とかがさっき言ったようなそのかっこいい絵で、なんかちょっとぼんやりとあるんですけど、うん、そういうキャラもいるんですよねおるおるそれぐらいしか出てこないか主人公の顔が思い浮かばないな主人公の顔は、うん、まあ片目なんですね片目でもないよだって死にかけた時に再生悪魔とフュージョンして全回復するから
主人公の顔は、うん、あのブリーチのイチゴをぼやっとしたような、うーん、髪色とかも、まあ、輪郭とかも、なんか今なぜか銀玉が頭の中にこう現れた、なぜかそう別に特に意味はない。ああ、じゃあ忘れよう、うん、銀玉っぽくはない、銀玉っぽくはないな、ないか、まあ、結果あんまりわからんっていう、説得されてないっていう、説得はしてないよ、説明しかしてない、いや説明というか、 なんかこう結局はあんまわからんかった。あ、でもまあだから僕の中での理解は、現代のデビルマンと仮面ライダー の、うん、こうなんだろう、テイストで牛と虎をやっているっていう感じでいいですかね。めっちゃおもろそうやん。うん、そうやね、うん、まあまあそうやねんけど、まあチェーンソー自体がちょっと僕ダメですかね。うん、チェーンソーはやっぱ、なんかやっぱスプラッターすぎる面はあるな。うん、っていうかスプラッターとか見てても僕やっぱりチェーンソー何年もガチで使ったことあるから、あ、チェーンソーってもの自体を今言ってるの。チェーンソーっていう モチーフ自体がちょっと微妙なんですよ、僕の中で。なぜかというと、チェーンソーもなんかガチでずっと使ってたことがあるので、チェーンソーがどんなものか分かってるんですよ。うん、だからチェーンソーにの切れ方とかに関して、リアリティがちょっとないというか、微妙なものを見た瞬間にダメになるんですよ。うん、で大体やっぱりそんなに長時間使ったことある人多くないから、うん、やっぱ嘘がちょっとあるんですよね、うん、そこにもうめっちゃ違和感感じちゃうんですよね、個人的に。うん、まあ、まあまあ言うたらあれはチェーンソーの悪魔やけど、チェーンソーを使ってるんじゃなくてチェーンソー型の武器を使っているみたいな、ああなるほどね、うん、ところがあると思うんですよね、はいはい、いやだからちょっと、ね、あんまり近づけないんですよ、そのチェーンソーモチーフのものとかに。あ、なるほどね。うん、ホラーとかでもなんかやっぱりちょっと、なんかこ、き、大変、なんか危険すぎるから、怖いから見たくないっていうのもあるけど、でもきっとなんかチェーンソーってこうじゃないなって思っちゃうところもあるやろうなと思って、うん、あんまり見れないっていうのもありますね。ちなみに主人公は、うん、あの、ここになんかチェーンソーのこう、うーんってやって、この紐あるやつ、これがついててこれを引っ張ると変身するっていう。ああ、仮面ライダーっぽいですね。ぽい。なるほど。じゃあそういうことで。